カルラ像、カルラ王カルラは、インド神話のガルダを前身とする、仏教の守護神。八部衆、後には二十八部衆の一員となった。カルラの恩赦は、パーリ語に由来する。カルラ県、カルラ王とも呼ばれる。触迫副長と簡約される。インド神話の神鳥ガルダが、仏教に取り込まれ、仏法守護の神となった。口から、金の火を吹き、 赤い翼を広げると336万里にも達するとされる。一般的には鳥頭人身の2匹と4匹があり、竜や蛇を踏みつけている姿の増用もある。鳥頭人身有力で七力や横笛を吹く姿もある。また奈良のベテンの乗り物として背に乗せた姿で描かれる。これは全身のガルダが、 奈良の部天の全身微手主人の乗り物であったことに由来する。仏教において、毒蛇は雨風を起こす悪流とされ、煩悩の象徴と言われるため、竜を常職としている彼らは、毒蛇から人を守り、竜蛇を喰らうように主情の煩悩を喰らう霊長として、信仰されている。密教では、彼らを本尊とした手法で孔馬、病女、延命、亡者毒に効果があるとする。 また、気允、止め風雨の利益があるとされる。不動明を背後の炎は、カルラの吐く炎、またはカルラそのものの姿であるとされ、カルラ炎と呼ばれる。三枚型で表される場合は、楽器で、趣子は、がである。ありがとうございます。